雰囲気全然違うって言ったらつくばじゃないですか。あ例えば、うん、かなりあそこはそうそう、うん、空気違いますよね。でも総計全然違いますよね。総計違いますよ、うん、違います違います。早稲田はやっぱり地方出身者が多いんで、うん、武田塾チャンネル。新キャラ登場ということでですね、はい、はい、ぜひね、これからまたね動画出てくるんで、皆さんね、関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、武田塾お茶の水本校で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね、はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、天海先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、次第志望でオープンキャンパスに行ってみたのですが、うん、次第より国立の方が雰囲気が合いますと、うんうんうん、次第が地方国公立で悩んでいるのですが、うん、どう判断すればいいと思いますかと、うん、雰囲気が国公立の方がいいと思ったと、うん、雰囲気はまああるよね。確かに僕勝手なイメージだと国公立の方がすごく真面目できっちりしてるようなイメージあるんですけど、うん、そうですかね。まあ、はい、うん、そういうところはありますね、うんうん、早稲田とかはとすごい適当って言ったらあれですけど、まあ、ちょっとチャラいっていうかノリがいいっていうかそういうところはあるのかなって気はするんですけど、うん、まあそうですね、例えばなんか一番こう正反対のところとかってどこかありますかね。雰囲気が正反対、早稲田とかの雰囲気全然違うって言ったら筑波じゃないですか。あ、うん、かなりあそこは、うん、空気違いますよね、うん、でも総計全然違いますよね。総計違いますよ、うん、違います違います。早稲田はやっぱり地方出身者が多いんで、うんうん、慶応は言うて、まあ、全員じゃないですけどお坊ちゃまとか、うん、まあ都内出身の人が多いですよね、うんうんうん、まあ、自分もやっぱ大学いろいろ見たけど合う合わないはありましたよ。やっぱその自分に合うか合わないかっていう意味だと。なるほど、うんうん、全然違うじゃないですかやっぱ空気、まあ、違いますね、うん、まあ、あとはリアルに自分が大学に行ったらどういう生活を送るかをイメージしてみたらいいんじゃないですかね。なるほど、シュミレーションしてみると面白いと思いますね。大学入って何したいのかっていうこと、うんうんうん、だからその例えば雰囲気合うって言ったって別に正直大学そんなになんていうか大学でがっつりこうやってこうみたいな感じじゃなくて、なんかそれこそ起業したいからいろいろ回りたいみたいな感じなのかもしれないから、そうですよね、もしくはその資格試験取るためにこう通いたいみたいなことなのかもしれないから、そうですね、うん、実際何を目的にして大学に行くのかとかそういう話もなってきますよ ね、うん、だってそれ言ったらだって大学だけじゃなくてその、ね、地方国立だと例えばその全然自分が住んでる場所と違うようなところに行く場合だったらさ、そうですよね、例えばその南の方から北国に行くとかだと全然やっぱり環境変わってくるわけじゃないですか。寒い寒い、うん、そしたら大学だけじゃないじゃんっていうその周りの環境も含めてどっちがいいのって話になってくるわけだから、うんうん、総合的に判断ですよね。大学生になった自分がどういう生活を送るのかっていうのを踏まえて、うんはい、うん、考えてみたらいいんじゃないか。それとも それこそ例えば一人暮らしするかしないかもしれないわけじゃないですか。そうですよね、うん、早慶だったらそれ地元から通えるけど地方国立だったら地方です、その逆かもしれないわけだし、うん、そういうものを含めてどんな大学生活を自分が送るのかっていうイメージを持ってみるとより固まってくるかなと。そうですね、はい、まあ、ただこれはもちろん両方とも選べる立場であればこその話なので合格できなかったら絵に描いた餅になってしまいますので、確かにそれはね、あの大前提として合格できる状況に持っていけるかどうかっていうのをまず想定した上でですね。そうですね、うん、はい、まあ、なので違いはやっぱあるからその何を求めて大学に行くかをもとに考えてみると、うん、いいんじゃないかなと思います。まあ、その辺考えることはモチベーションのアップとかにもつながってくると思うん で、ね、ぜひじっくり考えてみてください、はいはい、で今回の質問は以上です。はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね早慶、Gマーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですねぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。